パパ。うん？どうした？あのね、電球切れちゃったんだけど、交換してくれない？どこの？私の勉強部屋。おお、いいよ。いい？うん。じゃあ行こう。うん。こっちこっち。あ、いや。ちょっと待って。これか。うん。よし。うん。この辺かな。気をつけてね。ああ。これ何がいいかな。どこもおかしい。どこも何にだけだ。ちゃんと押さえてくれ、ゆき。どうなってんの？どうなってんのこれ？ここについてる。ねえ、パパ、どうなってんのこれ？落ち着け。落ち着け。落ち着らないよ。どうしよう。ママ見つかったら大変よ。落ち着け。俺にも一体どうなったのか。まったく。どうしよう。どうしよう。落ち着くんないよ。ダメだよ。こんな格好だよ。いや、落ち着け、落ち着け。落ち着け。どうしたの？もう夜遅いっていうのに騒々しいわね。いや、実はね。あ、そうだ。一緒にお風呂入らないか、ゆき。いや、パパ。ああ、いいわよ、パパ。あ、じゃなくて。どうしてこんなことになっちゃったのかな。ねえパパ、うん、私の体で変なことしないでよ。分かってるよ。じゃあ、まあ、母さんをよろしくな。うん。おやすみなさい。お、おやすみ。かわいい。こんなんだったんだ。俺の娘にしては。いや、
れが俺の娘か。一生このままでもいいかもな。